こんばんは。おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。まずはですね、前回の動画を概要欄 URL からご覧いただけたら幸いです。本日はですね、サニーコーストという宿を予約しておりまして、でそれまでチェックインするまでに時間がありますので、ビーチボーイズ、伝説の青春ドラマですね、私のね多分一番好きなドラマ、ビーチボーイズのロケ地に、2カ所ほど向かいたいと思っております。メラ海岸とね、ダイヤモンドヘッドにね、まあちょっとね結構時間が押し気味なんで、急ぎ気味にはなっちゃうかもしれないんですけど、その2カ所行けたらいいなと思っております。ではまずね、ドライブを楽しみます。本日は昨日と違ってね、天気が非常にいいので気持ちいい朝でございますね。で、ビーチボーイズのメラ海岸なんですけど、以前ね何回か行ったことあるんですが、車で行くのね結構険しいんですよね。で、おそらく浜辺まではもう行けなくなってると思うので、手前に車止めてあとは歩いていく感じになるとは思うんですけどね、そこまでの道をね覚えてるかどうかね不安ですわ。あとすれ違いができない道だったと思うからね、ちょっとドキドキしますけどね、楽しみです。この道かな、確かこんな道だった気がする。ここ対向車来るなよ、対向車来たら終わるぞこれ。ここを下ってって来まして、近くの公園に車を止めて、こっから徒歩ですね。結構釣り人とかサーファーがいてね、人が多いんですよね。あー、来た来た来た、見えてきた見えてきた、久しぶり。来ましたよ。ここからはノーカットでご覧ください。あー、ここの坂ですね、ここの坂、車が通ったりね、ヒロミとね、カイトのね、あと広瀬涼子さんがチャリンコで通学するシーンもね、よく見ましたね。さあ、どんな感じ、あれこんな感じで、あれどこだ、ここはちょっとすいませんね、画面のブレがねありますけど、あ、やっぱりもうね、車はね途中で U ターンができませんって書かれてたんで手前で止めたんですけど、前は昔はねここまで車で入りました、ここまで車で入れて、そこら辺でね駐車できたんですよね、スペースもあって。ダイヤモンドヘッドがありましたね。そして飛び込んだ海がこちらです。あれ、なんか結構透き通ってるな、こんなに綺麗だった記憶ないんだけどな。すいません、風の音が結構やばくてすいません。はい、海は結構綺麗だけどゴミがすごい相変わらず。こちらです。すごい岩がゴツゴツしてる。こんなんだったっけ、もっと砂があった気がした。こっちはあるな。ここでバシャ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 やってるシーンがね思い返されますよ。綺麗、全然泳ぎたいレベル。この海から後ろを振り返ってここですね、ここにダイヤモンドヘッドで、であちらがね海岸になってるんですけど、サーファーが多いです。サーファーが本当に多くて、
か建物なかったっけ。もともとこんな感じで崩された跡だったっけ。建物あった気がするんだよな。もう広瀬涼子さんが出てきそうですね、ここからチャリンコ漕いで。では続いて、ダイヤモンドヘッドですね。ダイヤモンドヘッド喫茶店がね、あの移設というか、新たに作られて千倉の方にありますので、そちらまで向かいます。あのこの辺りにね、スナック渚だっけのベンチがあるって言うんですけど、どこだかねずっと分かんないんですよね。で結局時間がなくて、あの見れずに終わってるんですけど、まあ、ちょっと今日も時間ないんで、ダイヤモンドヘッド向かっちゃいます。対向車来るなよ来るなよ、お願いだから来るなよ。うお狭いな、やっぱり来るなよ。あーい、暴走フラワーラインをドライブしております。ここから約ね20分ちょいぐらいで着いちゃいますね。少し時間早いからね、ローズマリー公園とか行くかもしれないですね。時間潰さないとこれ。まだ開店前だったので、ローズマリー公園まで結局来ましたね。ここで少しゆっくりして、いやここもいいな。いやすごいですよね、世界観が。見てくださいよこれ、無料で入りますからね。すごーすごい雰囲気。これ入れないよね。すげー建物、これは雰囲気が。すごいな。あ、びっくりした。びっくりした。あ、どうも。こんにちは。ローズマリー公園が思いのほか見応えがありすぎてですね、あの開店時間過ぎちゃいましたね。今からじゃあ喫茶ダイヤモンドヘッド向かってみます。結構大通り沿いにあるからね。どうだろう、お客さんいるっぽいな。うわー混んでる。はい、着きました、ダイヤモンドヘッド。結構混んでるんで、どうでしょうね、結構待つのかな。入りまーす。ビーチボーイズが流れてます、店内。ちょっと待って、その間にちょっと込みろ。
階段登りたい、ダイヤモンドヘッド出ました。あのね、もう興奮しっぱなしで何を撮ったか覚えてないんですけど、料理もですね、まあ、チャーシュー丼がね、残念ながらもう売り切れだったんですが、美味しかった。安くてすごい美味しかった。ビーチボーイズの地としてね有名ですけど、料理もね美味しいんで、気軽に入るお店としてもねすごくおすすめ。そしてビーチボーイズを知ってる方はぜひ一度行ってみてください。やばい、もうほんとやばい、感動しちゃう。ずーっといたかったもん。今度は平日にねゆっくりこう中の展示物眺めながらねご飯食べたいですよ。いやほんと行ってよかったというわけでですね、まあ結構これでまた時間も長くなってきたので、この後のですね宿編に関してはまた動画を分けてお送りしたいと思いますので、そちらも合わせて、概要欄 URL からご覧いただけたら幸いでございます。ではまた宿編でお会いしましょう。バイバーイ。この景色超綺麗、なんてこった、すごい、散歩したい。はい、こちら稲田シャブでございます。いただきます。うん、うんとうまい。